走らせるのだ。伝令、官僚殿が関羽によって敗走、白馬が陥落しました。どいつもこいつも情けない。私自ら明族の戦のありようを示してやろう。エースが我が手を直に白馬へ向かう。ならば私たちは悠々と遠心を起こすとしよう。遠心を守るは遠鬼殿の奥方。敵が攻めきたとして耐え切るかどうか。遠心へ向かっているのは曹操の場所だ。どれこの私が助けてやるとしよう。東大曹自ら出向いてこようと。遠曹この国にもらい受ける。お前が関羽明族の刃にかかることを何が護衛に思うがいい。遠心を守ろう。名家に飾られた花か。この私はどうだ。随分と自信がある。そのような殿は間違いじゃありません。白馬に強大な敵がいるようだ。よくとき私たちで援護に向かうぞ。ああ分かったぜ兄者。大暴れして流浪の鬱憤を晴らすとするか。さすがは炎章様、白馬の奪還お見事でございます。無論である。明族の陣容は常に完全であらねばな。へえ、ちっとはやるじゃねえか。偉そうにしてるだけじゃねえんだな。炎章殿せず我が白馬を奪還されたか。ならば褒美はこの私にお任せを。我が手を下すまでもない。今なら西側がガラキだ。つついたら面白いことになりそうだね。お、そうか。んじゃちょっくらつついてくるか。将校殿は最近殿の軍に不満がある様子。敵に底をつかれると離反の可能性も。あと、面倒な男よ。私自ら赴き戦ぶりで奴を心酔させてやろう。敵ながら華麗な戦ですね。さあこの超信頼と華麗なる勝負。妙なのやった。まあいいか。さて俺様は強いぞ。こんな感じで戦ってやろうか。趙春来、その美に忠誠を誓いましょう。これまたお見事です。炎章殿、将校殿も殿に心酔されたことでしょう。無理からぬことである。名族とはその美しいものであるからな。よく来てくれたね。あいにくここは通せないんだ。ここは別の道を探すしかあるまいな。敵の兵器が動かなくなりましたね。今こそ南へ向けて進軍しましょう。
ウソンを焼かれても戦線が維持できません。私がこの危機を華麗に脱してみせましょう。まったくもってお見事です、炎翔様。敵の姑息な策など物の数ではありませんな。造作ないことである。霊族の前に小細工など無意味なのだ。素晴らしいご活躍です、炎翔殿。私もより鮮やかに戦を彩りましょう。お見事です、炎翔様。その戦ぶりに私も熱くなってしまいますね。この戦、流れは我にあり。進め、今こそ曹操の本陣を落とす時ぞ。ああ、その号令をお待ちしていました。さあ、美しき勝利を描きましょう。敵将を討ち取ったり、その勢い誰
誰にも止められますまい。こっちは策を破られて面白くないんだね。すまないやり方もある。痛い目に遭ってもらうことなんです。我が手様が姑息な坂の主、我が声だおれ、私が成敗してくれる。お主にこれほどの気持ちがあった。このわしが自ら打ち果たしてやる。こんなやり方もある。その尊大なものにもここまでは来るがいい。そうそう、パークの違いを教えてやろう。勝ち抜きをあげよう。我が軍の